シースペシャルです。ですね、この For Beginners of Electric Guitar というところで全10回、やらせていただいたんですけど、理解できましたかね。少しはなんか皆さん、僕直接レッスンとかもやってて、まあ、そんな中で出てきた、分からないこととかも含めてやってるんですけど、多分その音楽っていうのはこう僕も全て知ってるわけじゃないんで、なんかここなんでかなとか思うとこから攻めた方がいいんじゃないかなと思います。だからいきなり理論書買ってきて、スケールとかバーって覚えても結局使えなかったりとか、スケールの場所は分かるんだけどソロが作れないとかってあると思うんで、まあなんか人の曲コピーしたりして、その曲のキーがなんで、コード進行がこう回ってる時になんでこの人はここで弾いてるのかなとか、なんでこの音使ってるのかなっていうところの疑問から入った方が覚えやすいです。というところで最後はですね、これもまた、マイナースペンタっていうのもやったんですけど、すいません、またちょっと失礼しますね。こっちの方です。 A マイナー進行というところで、今度 A マイナーのペンタという、前回ね A メジャーだったんですけど、A マイナーペンタというところで、まあ、よくありがちな A マイナー C F G というところを使って、ちょっとスケールのもう一回、二カメさんよろしいでしょうか。ちょっと準備がね、なんですけど、最近ですね、僕フライング V ですね。P90 タイプのですね、ダンカンのファットボーイ、ファットキャット、ファットボーイじゃない、ファットキャット、こちらでもね、販売してますんで、なかなかガリッとなって、いい感じなんで、二上さん、よろしいでしょうか。はい。じゃあ、それで、ちょっとスケールを確認します。A、同じ A でも、メジャーはこっちに来ました。マイナーはこっちを中心、こっちですね。メジャーペンタの時はね、一回コードを弾いてもらってから弾いてたんですけど、今回は全部アルフタクトで食い込んで入っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあもう一度行きましょうか。いいですか？ワン、ツー、スリー、フォー。
ういうね、こっからスライドを入れたりとか、こういうのよく、それとあの前回の GO でも言ったんですけど、あのリズムモチーフね、ただベターっていくんじゃなくて、ピックストップとか、あのシーケンスフレーズとか、そういうのも入れてやるといいっていうのを言ったんで、そういうのもね、あのぜひチェックしてみてください。それと同時に、今度マイナーで言うと26抜きになるのかな。それマイナースケール弾いてみます。その間の音も入れると、まあ、分からないっていう人はペンタを中心に分かるとこだけ入れてやったりすると面白いかなと思いますんで、じゃあまた食って入っていいですか。じゃあもう一回、じゃあマイナーの方いきましょう。じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォシャープが3つついているキーということです。それで、今度 C から、すいません、1回 C、F、G、A マイナーで回してもらっていいですか。お願いします。明るい感じになると思うんで、まあ、要するに今年以降もね、あのスケールも同じなんで、じゃあそれで、C でやってみましょう。これも食い込んで入りますよ。ですか、ワン、ツー、スリー、フォー。スタジオでセッションするときってそういうのをすごく何回して決めなくて、なんかフレーズの終わらせ方とかそういうのも勉強になるんじゃないかなと思いまして使ってみましたけど、どうですかね、皆さん分かりましたかね。まあ平行調の関係とだけ A マイナースケール、 A マイナーペンタっていうのは、ルートをここに変えれば C メジャーペンタになるという、これ A の時も一緒ですね。今回 A っていうのを、ペンタトニックスケールっていうところでまとめたので、 A メジャー、 A マイナーっていうところでやりましたけど、あのそんな感じで、なんかね、今ほらあの音楽ソフトとかね、なんか無料で入ってたりとかすると思うんで、勝手にこうコード進行とかね流してくれたりとかあると思うんで、8小節とかで流しながら間違えてもいいんで、自分でもこうなんか適当に弾いてみると
いいメロディーができたりとかすると思うので、ぜひ挑戦してみてください、うん、というところで、ディア親愛なる初心者のエレキギターの初心者の皆さんへ向けての第10回をちょっと頑張ってみましたけど、まあ、またちょっとねスパンを1回1巻2回かな入れて、今度はまたアコースティックギター、お父さんお待たせしましたというところで、まあちょっと考えてないんですけど、アコースティックギターまた全10回でやりたいと思いますので、お付き合いくれた方どうもありがとうございました。じゃあ薄井でした。どうも。